新春七スタカルタ対決。明けましておめでとう。いや違うわね。うん、明けましておめでとうございます。いまいち。年明け早々、なぜこのミジンコさんは公園で変質者ぶりをひけらかしているのでしょう。うるさいわね。ちょっと練習してただけでしょ。これから宣伝のためにライバルのところに乗り込むんだから、威厳のある挨拶が必要ってもんでしょ。はて、どこに威厳があったのか分かりかねますが、まあそもそもちょっとスケジュールが空いたからとアポなしで突撃する行為から理解不能なので、いいでしょ、どうでも。明けましておめでとう。もうすぐ私たちのライブよ。格の違いを見せてあげるわ。覚悟しなさい。うん、こんな感じかな。あれ、梅ちゃん。あ、カスカベ。明けましておめでとう。来てくれたんだ。そうね、ちょっと宣伝をしに。いらっしゃい、嬉しいな。うん、明けましておめでとうございます。はて、さっきのリハーサルの意味が今すべて粉々になったかと思いますが。うっさいわね。まあとにかく明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あれ、お客さんじゃん。そういうか、明けましておめでとう。つうか、どうしたの急に。時間が空いたから来たんだよ。あ、遊びじゃないわよ。ちょっと宣伝。あ、ちょうどよかった。実は七スタ恒例の年末大掃除で倉庫から面白そうなものが出てきたんだよ。はあ、これはけん玉ですか。何これ、どうやって使うの。昔のおもちゃでこうやって遊ぶ。よっ、おっと。へえ、真珠うまいじゃん。ばあちゃん家でやったことがあるからな。簡単そうじゃない。ちょっと貸してみなさいよ。やってみると結構難しいよ。ふん、てりゃあ。いったー。うわー、いきなり顔面に。さすが、期待を裏切らない道化っぷりですよ。今のはたまたまよ。次こそ。ちょっと離れとこうかな。うえい。あれ、どこ行ったの。天井に穴が。道化としては天才レベルだという事実を証明することができましたね。梅ちゃんすごい。いや本当、逆にすごいよね。梅ちゃんもうやめよう。待って、次こそは。こっちはどう。これならみんなでできるよ。カルタいいね、安全そうだし。とりあえず怪我する心配はなさそうだ。どういう意味よ。しかし大丈夫でしょうか。単細胞生物であるアメーバさんにはカルタは難しすぎると思うのですが。はあ、私だってカルタくらい見たことあるわよ。っていうか、あんたこそ自信なくてそんなこと言ってんじゃないの。お望みならいつでも真剣での切り合いを受けますよ。勝負よ、エモコ。このカルタで日頃の決着をつけてあげるわ。あ、じゃあペアを組んで一緒にやろうよ、梅ちゃん。ペア。ああ、いいかもね。その方が楽しそうだし。仕方ないよね。そういうことならカスカベ組んであげるわ。じゃあ私はエモコチームかな。よろしくね。ええ、よろしくお願いします。なら私は読み手をやるとしよう。私は応援します。楽しみだね。では、読むぞ。胃に。はい。え、ワニブチ式室内遊具カルタ術一式犬神。早い。取る動きが全然見えなかったんだけど。エモコちゃんすごい。まず1枚ですね。何これ、カルタってこういうもんなの。どっちもファイト。次だ。はやっ。ワニブチ式カルタ術2式鳳凰。
ちょっと、これじゃゲームになんないじゃないの。勝負とのことでしたので。エモコ、あんたなんかハンデつけなさい。目つむるとか。仕方ないですね。いいでしょ。え、いいの？ラッキー。では、店。ワニブチ式カルタ術三式晴天体制。ちょっと、目閉じてるんじゃないの？全部覚えていますので。やめやめ、これじゃ全然ゲームになんないわよ。札を変えてみればいいんじゃないか。って言ってもカルタはこの種類しかないよ。あ、それなら。ん？じゃーん。これって歌のジャケットに歌詞カード？うん、これでカルタしようよ。なるほど、歌詞が読み札でジャケットが取り札というわけですね。これならみんな平等にできるかもね。ナイスアイディアだね。では早速、見果ての明日。えい！ふっふっふー、ついに取ったわよ、1枚目。ワールズエンドだ。セブンスシスターズの歌だね。さすがセブンスファンの面目役所といったところですね。もっとよ、もっと。この曲はセブンスのインディーズ時代の楽曲で、後期とはちょっと雰囲気が違うのよね。ああ、それドナから聞いたことある。ちょっと怖い感じだったって。とにかく1枚ゲット。続けていくわよ。では夕立ち。えい、やった、1枚ゲット。もうちょっとだったのに。ステイゴールド、私たちの歌だね。透明っていうか疾走っていうか、なんかそんな感じが合わさってて、私のお気に入りなんだよね。これで1枚ずつで並びました。まだまだこっからよ。では行くぞ、ギトギト。えい、どうよ、2枚目獲得よ。リードしたよ、梅ちゃん。セブンスシスターズの曲となると水を得た引き返るのようですね。うっさいわね。てか引き返る？この曲もセブンスのインディーズ時代の楽曲だね。どっちも頑張れ。行くぞ、ずっと空を。あ、えい。取ったよ、梅ちゃん。よくやったわ、カスカベ。スタートライン、うちらの楽曲だね。元気を届けるための曲なんだよ。うん、ストレートなメッセージ性でなかなか好きだ。これで梅ちゃん、春ちゃんチームが2枚リードだね。やはりセブンスオタクとスリーセブンシスターズが組むと強いですね。そうだね。そうだ、罰ゲーム決めてなかったわよね。エモ子が負けたら何してもらおうかな。おや、そういうことなら仕方ありませんね。え？では続いて、ワニブチ式カルタ術。な、何？なんか風が集まってる。竜巻。すごーい。え、エモちゃん危ないよ。ちょ、カルタ、カルタが飛んでく。終式キビツヒコの御事。うわあ、楽しかったね。最終的に勝負がうやむやになったのは少々残念ですが。あんたのせいでしょうが、全部吹っ飛ばしちゃって。まあ挨拶もできたし、対決もしたし。いいライバル関係って感じでいいんじゃない。仲良し小良しもたまにはいいかもしれませんね。はあ、全然仲良しじゃないし、ライバルだし。しかし能天気な脳みそで羨ましい限りです。当初の目的をきれいさっぱり忘れているとは。あ、何よそれ。うね、何か忘れていませんか。結局あいつらは何だったんだ。そう、ただ遊びに来たんじゃない。梅ちゃんにメールしとこっと。また遊びに来てね。今年もよろしくお願いします。